はようございます。フルーツさんです。今日は一つちょっとこれから多分数本の間の動画のお知らせなんですけど、ちょっと今ね、今まで使ってた編集アプリが、使えなくなったというか、まあ自分のスマホの関係なのか、そのアプリとその OS の関係なのかわかんないですけど、なんかね、長い動画だとすぐね保存ができなくなっちゃったんですよ。保存自体はできるんです。ただ今まではカメラロールに保存して、それを編集して、パソコンに取り込んで、SD カードとかに保存してとかってやってたんですけど、それが、カメラロールじゃなくってファイルの方にしか保存できなくなっちゃったんですね。でファイルの方に行くと、自分はそのパソコンに取り込んで SD カードに取り込んでっていうのができなくって、あと編集もね、なんか全然うまくいかない感じなんで、なんでしょうね、この画質を上げたせいなのかわかんないですけど、ちょっと全然できなくなっちゃって、まあ新しい別のアプリケーションを使ってるんですけど、それがね、もう難しいんですよ。多分普通の人には簡単なんですけど、自分はすごい電子機器が苦手なんで難しいんで、ちょっとね、ちょっともしかしたらこの動画とあと2、3本ぐらい、ただ画面で編集なしでひたすら喋るだけっていう動画が続くかもしれないです。ちょっとお役に立てる動画が少ないかもしれないんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、少しお待ちください。頑張って使い方を勉強します。はい。ということで、今日は、自分語りの一つとして、今、これを撮ってるのが9月、もう下旬になりますかね。まあ、20日近く。ん？まあ、中旬から下旬になってますけど、そろそろ、動物の専門学生が、就活を、焦ってる時期だと思うんですよ。まあ、変な話ですけど、動物の専門学校って大概2年ですよね。2年で、2年生の夏休みってなったら、要は丸1年学校で過ごして、さあ就活ですってなるわけじゃないですか。で、夏休み中にいろんなとこにインターン行ったりとか、まあ、インターン行ってみたいんですって言いながら実は就職狙ってますっていう話なんですけど、それが大概の人ってうまくいって、ってないですよね。どんぐらいなんでしょうね。大概の人とは言ったけど、すいません。あんまり自分の今まで関わった従業員ぐらいしか知らないんであれですけど、まあ、そんなに綺麗な数、さーっと決まって、じゃあ残りがちょっと秋から頑張ろうかっていう状態じゃなくて、結構みんな焦ってるとは思うんですよ。で、2年しかない中で、2年生になってから、さあ頑張ろうって言っても、もうすぐ夏休みが来てて、無理なわけなんですよね。だからそういう子たちによく、自分が専門学校で講師やらせてもらってた時には、もう1年生のうちからいろんなとこ電話しなっていうふうには言ってたんですよ。それ学校として行くか行けないかっていうのは学校によって違うと思うんですけど、まあ個人的にでもいいから、いや、こういう専門学校に行ってて、勉強したいんで、アルバイトを取ってませんかとかでもいいし、まあ、アルバイトじゃなくてもいい、現場っていうのを知りたいので、ぜひ見学させてくださいだけでもいいから、まあ、そういう形で1年生のうちからね、いろんなところに電話したり行ったりしてると、顔とか名前を覚えてもらって、まあ、じゃあいざ2年生になりましたって言った時に、あの時の私です、覚えてますかって、まあ、多分そんなことを言えるかどうか知らないんですけど、まあ、自分は言うタイプなんで、平気で言うんですけど、もし言えなくても、もし向こうの人がね、あれ、あなた1年生の時にうち遊びに来たよねっていう風に覚えてたら、やっぱりちょっと他の子より1個抜けるわけじゃないですか。そうすると自分の評価点が、例えばそのお店さんのね、基準点が70点あるところなんだけど、その子自体は60点しかない、でも1年生の時にこの子のこと知ってるしってなったら、プラス 5% とかってなってくると、じゃあもうちょっと頑張ればね、そのお店に受かる可能性もあるよとかって出てくると思うんで、1年生のうちって、まあ、もちろん今までグルーミングを知ってない人がほとんど専門学校に行くと思うんで、まあ、覚えるのでいっぱいいっぱいかと思うんですよ。の技術的なことね、刃物を使うし、あと知識なんかも急に専門的な言葉が出てきたりとかってすごい難しいと思うんで、大変だとは思うんですけど、それでもやっぱりたまの休みっていうのを、遊ぶのもいいですけど、せっかく遊ぶんだったら、動物のペットショップとかペットサロンに遊びに行くっていうのがいいんじゃないかなとは思ってるんです。っていう、かくいう自分はね、専門学校行ってないタイプなんですよ。で、それでお店出せるのかって言ったら、正直出せるは出せるんですね。まあそれはちょっと後に置いときまして、例えばですよ、自分が下積みでいた頃って、どこだったっけな、友達と遊びに行こうって言ってた時に、
軽井沢か、あの日帰りで軽井沢まで遊びに行こうって言った時に、まあたまたま空いてたんで、じゃあ遊びに行こうかっつって行ったんですけど、友達2人ね、ごめんちょっと俺寄りたいところあるから2人で遊び行っててって言って、自分1人だけなんか軽井沢にあるペットショップを見に行ったんですよ。要は観光地とか、まあ観光地ですよね、観光地みたいなところのペットショップってどういうことやってんのかなっていうのを見に行きたくって、あの友達と遊びに行ったはずなのに1人だけ単独行動するとかね、あの奥さんと買い物に行った時なんか、まあ奥さんじゃないんですけど、当時はあの買い物行った時でも、ちょっと俺ペットショップ見たいんで見に行っていいって言ったりとかして、まああの一般的に見るのってみんな商品を見たりとかトリミングしてるのを見たりっていうのが面白いかもしれないですけど、まあこれ多分別の動画で喋ったかどうか覚えてないんですけど、自分あのトリミングサロンがガラス張りになってるところに1時間2時間こうやって張り付いてるのが、こうやってね張り付いてるのが大好きな人間だったんで、そういうのも別にいいとは思うんですよ。まあ見ていいためにガラス張りになってるんでね。だからそういう勉強でもいいし、まあ正直遊びっちゃ遊びですよね。だって人がやってるのを見てるだけなんです。もう自分が何かするわけじゃなくて。だからそういうのでもいいから、まあやっておくとだいぶ違うんじゃないか。あの正直ネタになることだっていいと思うんですよね。面接の時に、あれ君さ、うちのトリミングルームの前にべったり張り付いてた噂のあの子じゃないって言ったら、あ、そうですって。いや勉強熱心だねってなるかもしれないじゃないですか。気持ち悪いなとは普通言わないと思うんですよね。そんな感じで遊びの時間をペットショップで遊ぶっていうのもいいとは思うんですよね。ゆくゆくのことを考えたらね、まあ友達と遊ぶのも大切かもしれないですけど、まあそういうペットショップに行くっていうだけでもいいし、まあ実際に電話して中見せてもらうっていう、まあその話もまた後でしますか。一回したかどうか忘れちゃったけど、まあそんなような遊びもいいんじゃないかなっていうところで、1年生のうちから活動するっていうことは全然早くもないし変なことでもないです。正直企業側からしたら知っておくだけでもだいぶその子の評価って上がるんですよね。 1% でも上がると思いますよ。本当に能力が足んなくても最悪ですよ。最悪本当に他の候補者よりその当事者が下に、能力的に下であっても人としてすごく評価されるところがあって出し抜ける可能性だってあるわけですよ。まあもちろんね、他の参加者の中にもし飛び抜けた人がいたら負けちゃうかもしれないですけど、自分の勝率を少しでも上げるためだったらもう 1% でも企業に顔を覚えてもらう、声を知ってもらう、そういうのはすごい大切だとは思います。ので早めに活動してもいいんじゃないかなとは思ってますね。まあ学校の名前を使っていけるんだったらそれが一番企業としても、あの不審者じゃないんで、あの自分はね不審者行動をずっとやってたんで、まあそれはまた別の話にするんですけど、そういう怪しい人って結構断られるんですけど、学校の名前使っていくと意外といいよって言ってもらえることもあると思うんで、まあそういうね学校にね結構なお金を払っていってると思うんで、そういう使えるところはどんどん使って就職活動を有利に進めるっていうのは十分ありだと思うんですね。結構そのまあ就職活動についてっていうのは早めでいいんじゃないかなっていうところと、まあどういうのがいいっていうのは正直あの野良猫みたいな存在なんで自分は何かアドバイスできるところは少ないと思うんですけど、まあ早めにやるっていうことで、あのもう根本としてこのグルーマーになろう、ドッググルーマーですね。あの学校によってはキャットグルーマーとかあると思うんですけど、まあそういうのは置いといて、ドッググルーマーになろうとした時に、2通りのやり方があって、あの先ほども言った通り学校に行ってないような私みたいな人間と学校に行く人間って2種類あるんですよ。で、学校に行ってないでグルーマーになった人間っていうのはやめた方がいいと思います。本当にあの普段からダンゴムシ捕まえて茹でて食ってるんですとか、その辺の草を引き抜いて食ってるんですっていう人じゃなければ、普通にサラリーマンとして働いてる家庭に生まれ育ってるんであれば専門学校行った方がいいと思います。あのね、自分だけの場合かもしれないですけど、正直めちゃくちゃ厳しいですよ、専門学校行かないでグルーマーになる道って。何が違うのって言われたら、もちろんあの学校に行ってる間、普通の人がね学校行ってる間、自分は現場にずっといたんで現場のことってある程度は分かるんですよ。早めに体験できるんでね、それはできるんですけど、あの
多分どっかで話したと思いますけど、自分は給料がなかった、要はだから従業員っていう形じゃないんですよ。ただそこにいさせてもらったっていうだけの期間で、まあもちろん見て勉強できるし、だんだんできるようになってきたら少しぐらい触らせてもらえるっていうのがあるんで、そういう実践形式っていうのは身につくんですけど、グルーマーさんってペットカットができるのがグルーマーさんじゃないんですよね。グルーマーさんとして一番大切な部分っていうのはこれ、スタンダード犬種標準ってやつですね。これ見えるのかな、全犬種標準書第10番、まあ私が買ったのが第10番ってやつですね。このスタンダードと呼ばれる全犬種標準書、これに基づいたグルーミングができる、要はスタンダードのグルーミングができるっていうのが、もう絶対条件とは言わないですけど本当に重要です。本当に重要です。今学校に行ってないと言った私ですが、グルーミング歴がもう19年が終わりになろうとして、今年の冬で20年目に突入するような、そんなような経歴なんですけど、まあまあ中堅層ですかね、にはなってくるんですけど、本当に今の時代になって、今の年になって、このスタンダードをなぜ今まで読み込んでこなかったんだろうっていうのを本当に後悔するぐらい、要は逃げの言い訳として言ってたんです。ペットグルーマーだからペットグルーミングができればいいってずっと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。スタンダードができない人間ってペットグルーミングできないんですよ。シャンプー、ブロー、そのあたりの動画、出してないやつだ、その編集途中で今できなくなっちゃったやつの動画なんですけど、その毛流について毛の流れとか、それをどう作っていくかっていう動画を作ってた途中だったんですけど、それで話そうと思ってた内容なんですけど、本当にスタンダードを知らない、その犬のいろいろなことを知らなければ、その犬を最大限に綺麗にすることってできないし、それを生かしたカットっていうのがペットカットになってくるんで、できなくなっちゃうんですよ。やっぱりね、将来変わります。即戦力って意味では、多分その学校で学ばず現場にずっといた人の方が、この後はこうするよねっていうのは分かると思うんですよ。あとやっぱりやったらやった分だけ覚える技術職、職人なんで、その覚えは早いと思うんですけど、将来的にだいぶ苦労します。本当に最初のうちはイケイケなんで何でもできるんですけど、将来的にこれを目の前に出てきた時にものすごいつまずくと思います。地獄のようにつまずきます。学校で習ったなっていうものを持ってる人と、なんだろうなっていう人って、0か1でだいぶ違うんですよね。0って何をかけても0ですよね。だから自分で足していくしかないんですよ。ただ学校ですでに足し算をされてて、1、まあ学校で足し算して50になったんだけど、だんだんアホみたいに忘れていってもう10になっちゃったとしますよね。それでも10あるんですよ。10に 1.1 でも、1% や 10% でも乗せればどんどん増えていくんですよ。だ本当に足し算をしなくて済むんですよね、学生という時にしっかりと基礎をつけておくと。だ本当に、まあ大概いろんな学校ありますよ。 JKC の認定校、指定校とか ありますし、そうでない学校ももちろんありますが、そうでない学校でも大概はこの JKC っていうところを、まあ模した、準拠した作りになってるはず。大概 JKC 認定指定でもない、なくても何かしら準拠した形でやってますので、やっぱり専門学校には絶対行くべきだと思います。あと就活もやっぱり苦しみますよ。自分の場合は行動力だけが取り柄の男だったんで、東京、埼玉、茨城、栃木、多分 4,50 店舗ぐらいは電話したり勝手に突撃したりして行ってたんですけど、まあ多分今の子でそういうのをやる子っていないと思うし、厳しいと思うんですよね。企業側も怪しむと思うし、お前誰やねんって。まあもちろんそんなね、野良で突撃してたんで、結構怒鳴られて怒られたこともあるぐらいなんですよ。だからそんなことをしなくて済みますよね。専門学校の何々ですっていうふうに電話したら、そう、まあ不採用、不採用とかね、いろんなことを穏やかにできるんですし、専門学校は行った方がおすすめです、本当に。それをするしないだけで、さっき言った通り、その技術的なところの基礎を持ってるか持ってないかっていうのと、就職の時に有利不利っていうのが出てくるんで、
お金をかけずにグルーマーになろうっていうのは自分は経験しちゃいましたけど甘いと思います。本音を言えばそんな甘い仕事ではないと思います。そういったねスキル面でのスキルとか知識では甘くないお仕事です。正直めちゃくちゃ楽しいお仕事だからおすすめですよ。おすすめだけど道はきちんと通っていった方がいいと思いますね。人が作った山道を歩いていくハイキングなんか面白くない、俺はサバイバルをしたいんだって言って何もない崖を登ろうとしたらもちろん落ちますよね。それと一緒なんで、まあおすすめはできないです。要はさっき言った通り 4,50 店舗お話ししてようやく1店舗だけですからね、見つかったのは。そこで経験を積ませてもらったから次の師匠のところに行けたっていうのがあって、ほんと厳しい道のりになるんで、この動画何を言いたいかっていうと、スタンダードを知りなさいっていうことです。じゃあって言われて自分が何か語れるほどまだ全然入ってないですよ。ただそこに気づけたっていうところですよね。だからまあいいや、長くなるからカットしましょう。はい、カットじゃない、喋るのやめましょう。別の動画にしますけど、本当にね、自分が今までやってきた中で、ああやっぱりここに行き着くんだなっていうのが研修標準書。じゃあ研修標準書って何が書いてあるのよってあるじゃないですか。まあね、たまたまちょっとペラッとめくってみたページで柴犬のページが出てきました。たまたまめくったらそこに何が書いてあるのかっていうと、一応まあ権利ものだと思うので動画には載せないようにしときますけど、例えばこんなことが書いてあります。遠隔、その犬が辿ってきた遠隔ですよね。それは柴は日本古来の土着犬である、シバとは元来小さなものを意味するとか、そんなようなことが書いてあったりする。あとは一般外貌、まあ見た目ですよね。あと重要な比率、体高と体長の比率はうにゃうにゃ対うにゃうにゃであるとか、そういうことが書いてあるんですね。そういうのを理解した上でペットトリミングに生かしていくんですよ。だからペットトリミングってカジュアルにできるグルーミングじゃなくって、スタンダードを理解した上で消化されたものがペットトリミングなんで、ペット、まあ、トリミング、グルーミングなんですよね。消化というとスタンダードより偉そうな感じになっちゃうんで、スタンダードと生かした別の道のグルーミングっていう形かな。そんなようなものなんで、まあ、これを知るか知らないか、専門学校に行くか行かないか、これ独学で学んでても難しいことってありますよ。これってなんだろうなって思った時にネットしかないじゃないですか。ネットって嘘がたくさん書いてあるんですよ。まあ某掲示板の管理者じゃないですけど、嘘を嘘と見抜けないとなんちゃらかんちゃらっていう言葉ありますけど、ネットに書いてあること、自分はね9割って言ったらちょっと動画映えな言葉になっちゃいますけど、6割は嘘書いてあると思ってますからね。あとは嘘じゃなくても、例えば書いた記事が今2021年ですよね。2017年に書かれた記事では正しかった記事かもしれないけど、2021年になったらそれは実は間違ってたんですよっていうことが書いてあって、そのブログの管理者が直してない、記事を書いた人が直してないっていう状態もあると思うんです。だからそういうのを考えると、嘘が書いてある確率って多分6割は平気で超えると思うんですよね。じゃあお前は何を信じてやってんだっていうと、もちろんネットを調べます。ただ調べる数と質を選びます。この人が書いているんだったら信じられるだろう、この人が書いているんだから怪しいなっていう人を見る時もあるし、知ってる人ばっかりじゃないんでね、知らん人もたくさんいるんで、そういう時には書かれた日付とか年代とかっていうのも一つの参考にするし、あとは最終的に自分の経験と勘っていうのもあります。それで試せる場面で試してみる、で正しいと思ったことを信じるっていうことをやってるんで、調べる量と質っていうのは膨大なものの方がいいと思いますね。まあそれだけじゃなくて、実際にこういう本があればそういうのもいいですし、あとは自分が講師やってた時には、どのテキスト使いますかって言われた時に全部見させてもらって、本当にあ、この人の言うことだったら間違いないなっていう方がいたんですよね。だからその方
まあ別にその方を知ってたわけじゃないんですけど、書いてあることが本当にグルーミングのことじゃなくって、グルーミングのことだけじゃなくって、犬のことを思ったことを書いてるんで、あ、本当に素晴らしい人だなっていうことで、その人を信じてみるためにそのテキストを使いましたし、そういうね、いろんなソースを絡めていって、これだなっていうのを見つけ出すっていう作業と、その確認作業っていうのをやっていける、まあそれをね、仕事にして生業としてるんで、やっていけることだと思うんで、まあそれは自分は有利なとこではありますけども、ネットをちょこっと調べただけで信じてしまうっていうのはすごく危険なことだと思うので、やっぱりね、生で今やってる、多分学校の先生も現場で働いてることもあると思うんですよね、わかんないですけど、あの専門的にそこに就職されてる方は現場経験があった後にそこにいるかもしれないですけど、中には自分みたいにこう講師として出てきてる人っていうのは、現場やりながらその日だけ学校に来てっていう人もいたと思うんで、そういう人はもうこれプラス自分の経験プラスとかっていうのをいろんな混ぜてやっていってるんで、本当にそういう生の声っていうのはね、すごくありがたいと思うんで、もう何よりも専門学校に行ってないでここまでやれてきた人間だからこそ、専門学校をおすすめします。本当におすすめします。どこに行く行かないって正直ね、まあ本当にむちゃくちゃあの人のいるところに行った生徒っていうのは幸せだろうなっていうのは少しありますよ。けど、まあどこでもいいです、正直。結局自分が何をするかによってきますよね。あの適当なことばっかり言って、とりあえず授業をやってお金もらえればいいやっていう先生がいたとしますよ。いたとしても、それって明らかに生徒側が怪しいなって思うじゃないですか。あの先生なんかやる気なくね？適当なこと言ってんの？って思った時に、そこまで思える人だったら、ネットも調べるし、実際の現場に行って聞いてみるし、あのネットで本当に信頼できるなっていう人を見つけたら、その人にお金払ったでも聞いてみるじゃないですか。そういうことを繰り返せるんで、あのね、うん、もちろんどんな素晴らしい人でも 100% 正しいこと、素晴らしいことばっかり言ってるわけじゃないので、自分も尊敬するね、あの以前5人挙げた、名前は多分出してないと思うんですけど、5人いるっていうことを言ったと思うんですけど、その中の一人の方なんかは、この面に関してはものすごい信頼できるけど、あのこっち側の面に関しては、いや別にこの人は信じなくていいかなって思ってると、まあ多分すげえ失礼なことを今言ってると思うんですけど、でも本当にそういうことなんですよ。なので、あの自分がどこで何を学ぶかっていうよりは、学んだことを自分でどう生かすかっていうのが大切になってくると思うんで、そういう気持ちがないとやっぱり難しいのかな、職人の世界っていうのは。分かんないですけど、まあ、自分は本当にあの他人に何か言われてそうだって信じ込むタイプではないので、他人に言われたことはとりあえず疑っておいて、自分で経験した答え、あ、やっぱりあの人は正しかった、あの人はちょっと違うんじゃないかな、もうちょっと吟味していこうっていう風なやっていくタイプの人間なんで、まあそういう人間の方が情報としては、まあだいぶね、ろ過されていくんじゃないかなとは思ってるんですけどもね。という専門学校に行ってないでここまでやってしまった人間だからこそ、専門学校をご了承したいというだけの動画でございました。はい、30分近くかかってしまいましたが、ちょっと長すぎました。はい、ということで、次からはもうちょっと短くまとめられるサクッとした動画にしたいと思いますので、今日はここまで長々とお付き合いありがとうございました。